こんにちは、スタジオティックタックのたくみです。今日は僕の妹が新しい Mac 13インチの MacBook を開封したので、それのためのクリエイター向けの初期設定を5つ紹介していきたいと思います。まずは僕たち2人ともこの Mac は買ってもらったので、もう本当にお父さんに感謝です。ではやっていきましょう。はい、ではまず最初に一番僕がおすすめしたいのが、その下のドックの部分をちっちゃくする。なぜかっていうと、やっぱり15インチの MacBook、 まあ今では16インチの MacBook でも、やっぱりデスクトップのサイズに比べて画面がどうしてもちっちゃくなるので、その Apple さんが MacBook に搭載しているディスプレイを最大限に活かそうということで、やっぱり下のドックは必要じゃない時はいらないのかなと思います。自動で隠したり見せたりする。で、それにチェックを押すことで、この下にカーソルをやった時だけにドックがプッて出てくるっていうことで、いらない時は必要ない。デザイナーとか、僕の経験上写真家、フォトグラファー系統の人は右か左にドックをやる人が多い。高校のデザインの先生もそうだったよね。右にやる。こっちに、はい、人も多いんですけど、まあ僕は個人的にもうデフォルトのそのまま下だけど隠すようにしています。2番目、これは特にフォトグラファー、デザイナー、映像クリエイター、結構クリエイティブに作業してる人は全員オフにするべき設定だと思うんですけど、 Apple さんってデフォルトでチュートーンディスプレイって言って、その周りの光の環境に合わせて画面の色温度を変える設定をオンにしてあるんですけど、実際にそれが作業でカメラの写真を現像したりとか映像を編集する時などによって本当の色が見えてないっていうところが問題になってくる場合が多いと思うんです。で、それをもうオフにするっていうことは2つ目に僕は絶対やるべきのことだと思います。で、トゥルートーンっていうのをオフにします。明るさ調整も正直オフにしていいと思う。次に3つ目に、結構 Mac ユーザーでもなかなか知られてない機能で、ホットコーナーっていうものがあるんですけれど、それはカーソル、マウスをその各画面の角にやることによって、そこからショートカットが行われる。で、僕の場合はスリープ、スクリーンセイバー、通知、そしてロンチパッドの4種類に設定を振り分けております。スクリーンセーバーの設定からタクのそのまま真似したかったら、右上に通知ノーティフィケーションセンター、だからテキストとか出た時とかツイッターとか、まあ何でもで、右下をロンチパッド、いろんなアプリケーションに移行する時に、まああんま使わないかもしれない。で、スタートスクリーンセーバー、左下をスリープっていう設定にしてるかな。これがもう長年 Mac を使ってる人はもう一個ちょっと立ち去る時とかね、パッてスリープを受けるので、いちいち左上のアップルマークのところに行かなくても自動的に簡単に設定できるのでいいかなと思います。はい、次に4番目に、クリエイターの方は絶対に設定しておきたいって思うのが、タイムマシーンの設定です。バックアップを取るっていうことって、多分もうそのパソコンを扱う上で一番大事なことだと思うんですよね。もうファイルがなったりとか、もしパソコンに何かあったとしても、まあ復元することができるっていう、なんかいろんな便利性もあるし、まあとにかく1個バックアップあるだけで安心って思えるので、絶対やっておくべきだと思います。僕自身もデザインの学校でそのデスクトップの上で作業してて、宿題がなくなったっていうようなこともあって、タイムマシンのバックアップを遡って、ファイルを生き返らすことができたなんてこともあったので、絶対に必要だと思われます。では、じゃあ今回はシーゲートさんの、全然スポンサーじゃないですよ、慣れない、シーゲートさんのハードライブスタンダードの5テラのものを使っていきたいと思います。このようにハードライブをつなげることによって外部にタイムマシンを置く。このシーゲートのドライブは Mac につなげた場合、これはまず Windows に設定してあるので、シーゲートのウェブサイトからパラゴンドライバーっていうのをダウンロードして認識させます。で、その後一回これのためにフォーマットをして、
一回全部消して Mac 用にフォーマットをし直してからシステム設定環境からタイムマシンでバックアップのディスクとしてハードドライブを選べば、これでタイムマシンのセットが簡単に完了させることができます。最終的に5番目にやることはもうやっぱりブラウザー、僕の場合サファリってあんまり好きじゃないっていうのもあるんだけど、あるんですけど、多分学生の僕たちって言って、Google Docs、Google スライドとか他Google ドライブで、まあ、バックアップ用に Google ドライブなど、クリエイターさんも Google のアプリケーションを使う人が最近もう近年どんどん増えていっていると思います。で全然Google Chrome と Safari となんか用途に使い分けて、いろんな Google アカウントや E メールアドレスを持っている人も多いと思うので、併用しても問題ないと思います。はい、では今日はこんなところで動画を終わりたいと思います。各分野のクリエイター向けにちょっと参考になればなと僕からも思っております。ではね、僕の妹のちょっと内緒の YouTube チャンネルも概要欄に貼っておくのでもしよければ飛んでいってください。で Thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video. 何も言わないと思う。うん、別に